あれ、太田川の、あっち側の方に来ちゃってるね。東側のあれに来ちゃってるね。あれ？意外とファミリーマートかコンビニが出てこないね。これは完全にやっちゃってる気がするな。刈谷駅だもんな。刈谷駅って出てるもんな。それはまずいね。刈谷駅って言ったら JR の東海道線だよ。俺たちは竹豊線のあたりを走ってないとダメなんだよ。やったかこれ。やったなこれ。あー。いやー出てきちゃってるね。つうか、コンビニがなかったのが痛い。途中で止めてみるっていう行為ができない。ドラッグストアもがあったからちょっとね、迷いましたけど。うん、それはダメですね。そこまでしゃばく地図を見てね、行くようなね、スターステージじゃないですからね。コンビニがあったらさすがに止めよう。あ、もう、駅のまんまいじゃん、これ。いろいろあるよ。いろいろあるけど、この辺りは。まあ、綺麗ね。刈谷も綺麗になってますね。綺麗になってるのはいいんだけど、刈谷はマジで綺麗になってんだけど、車止めれる、コンビニがない。サイズあるんや。へぇ。めっちゃ気が、あ、バローなんや、これ。すごいですね。もう全部オールインですもんね。仕方ないんで、反対側から入るか。まずいな、安城って出てるもんな。
それは良くないね。それは、かなり間違ってるという現実を突きつけられてるようなんで。Vトラックだもんな。いや、コンビニないね。ドラッグストアの方が結局便利か。つい謎のユニオイルや。ここら辺りは、ここでユニオイルがありますからね。156円ですって。はい、安い。安い。バカみたいに安いですわね。でもこれ曲がっていくと、安城の方行っちゃわない？あれ？あれあれあれ？うまく出た。か。絶妙に詰まったな。そうなったらもう無理ですね。あの後ろはちょっと。お、ローソン100があるやん。ローソン100で行こう。